guys, おはようございます。いきなりなんですけど、So some of you guys asked me to speak English in a video. So I decided to take intro for you guys. I still feel really, really weird to speak English in front of the camera like this, but I did it. はい、おはようございます。ということで今日は、4月の13日ですね。水曜日です。前からね、ちょっと何件かコメントいただいてて、英語を話してるとこ見てみたいですっていうコメントをいただくことが結構あってですね、今日はちょっとイントロだけ英語にしてみました。未だにっていうか、まあ英語を普通に普段使ってるし、先生と会話するときももちろん英語なんだけど、なんかね、こうカメラの前で英語を話すっていうのがなんかすごく変な感じで、なんか緊張するっていうか、なんか変な感じっていうのかな。未だにもうアメリカ住んで3年4年ぐらいになるけど、まあ全然まだまだ勉強中だし、まあこれからもずっと勉強していくだろうし、なんか日々ね、自分のボキャブラリーの薄さを感じてて、生活すれば生活するほどなんかどんどん自分の、なんて言うんだろうな、そのボキャブラリーの薄さとか言い回しの薄さとかが、まあ、全然自分に自信は持ってないんですけど、まあ普通に日々話してるからね。まあ、これからビログの中でね、英語を話してるとこ何回かあるかもしれないんで、なんかその辺で勘弁していただければなと思います。まあ、そんな感じでですね、今日の気温なんですけど、最近ちょっと恒例になってきて、今日の気温は今26度ですね。で、今日の最高気温28度なんですけど、今週の、嘘、来週の水曜日と木曜日は、木曜日は最高気温が37度っていう、もう4月下旬にしてこの気温なんでね、なんか多分視聴者さんの中にアリゾナに住んでる方はいらっしゃらないと思うんですけど、もしアリゾナのこと詳しい人がいたらなんか教えてほしいなと思うんで、はい。今先生が帰ってきて、ゲームのコントローラーの改造なのかな、押してます。今ボタンが全部取れてて、ピックみたいなのも取ってて、なんかここにこの透明のプレートをつけたらしいんだけど、私もよく何してるか分かってないのでこれプレステのやつですね。はい、ということで今時間が、ごめんね、5時43分なんだけど、これから今日もジムに行っていきたいと思います。はい、帰ってきました。顔がめっちゃ赤いんだけど、今日はそんなにワークアウトしてなくて、ちょっと早めに切り上げてきたんだけど、っていうのも先生が後でレイカーズの試合で、コビー・ブライアンって有名な選手がいるんだけど、今日の試合が最後みたいなのね、バスケの試合がもうシーズンで終わるし、彼は引退するみたいなのね。で、その人結構有名な選手っていうか、なんかなんて言うんだろう、伝説に残るような選手になる人みたいでなんでその人の最後の試合、多分出ないかもしれないけど、まあ最後の試合だから見たいって言ってるので、うちのラウンジで見ようかなって思ったんだけど、もしかしたらバーに行くかもしれないのね、後で。なんでスポーツバーとかでもしかしたら見るかもしれない。ただここアリゾナだから、レイカーズの試合やらない、やってるところあんまりないかもしれないんだけど、まあ、でも比較的ね、LA の人とかもいっぱいいるし、レカーズは有名なチームだからやってるとこあるかもしれないので、ちょっともしかしたら、で、ご飯まだ作ってないから今日、でご飯食べついでに、試合見に行くか、ご飯買って外でラウンジで見たいかなと思います。シャワー浴びてちょっと化粧しました。久しぶりにアイライナー描いたんだけど、アイライナー基本描かないから久しぶりに描いてみて、しかもゼロアイライナーで描いたが結構がっつり描いた感じになってるんだけどはい、ということで、これからレッカーズの試合見にスポーツバーかなに行ってきます。着きました。今ここに入ったんだけど、すごいバーなんだけど、すごいテレビがあるところで、うちのここのブースの上についてて、レイカーズみたいな。まだ試合始まってないんだけど、これからだから、まあ、なんかセレモニーみたいなのの VTR が流れてて、レイカーズファンも結構ここの店いて、にぎわってます。
きました。サンドイッチにした、チキンのサンドイッチで、先生はクラブサンドイッチ、ターキーです。あとナチョス頼んだんだけど、めちゃめちゃいっぱい入ってた。いただきます。はい、お家帰ってきました。いや、試合もめっちゃ盛り上がってたね。なんかわーギャーみたいな感じでみんな言ってたけど、ちょっと久しぶりでもないけど、お酒飲んだら頭痛くなってきちゃったので、ちょっとこの間買ったお薬、冷蔵庫に入ってるこのエクセドリン、ちょっと飲んで今日はお休みしたいと思います。というわけで、また明日のブログでお会いしましょう。バイバイ。はい、お家帰ってきました。いや、試合もめっちゃ盛り上がってたね。なんかわーギャーみたいな感じでみんな言ってたけど、ちょっと久しぶりでもないけど、お酒飲んだら頭痛くなってきちゃったので、ちょっとこの間買ったお薬、冷蔵庫に入ってるこのエクセドリン、ちょっと飲んで今日はお休みしたいと思います。はい、というわけで、また明日のブログでお会いしましょう。バイバイ。はい、お家帰ってきました。いや、試合もめっちゃ盛り上がってたね。なんかわーギャーみたいな感じでみんな言ってたけど、ちょっと久しぶりでもないけど、お酒飲んだら頭痛くなってきちゃったので、ちょっとこの間買ったお薬、冷蔵庫に入ってるこのエクセドリン、ちょっと飲んで今日はお休みしたいと思います。はい、というわけで、また明日のブログでお会いしましょう。バイバイ。